はい、おはようございます。ナプラウト TV のオーフェンです。さあ、一夜明けまして、昨日あんだけ風が冷たくて、雨も降ってたんですが、今日はとってもいいお天気でございますよ。ダダン！青空！いいお天気でございます。ここのホテルね、温泉があるんですけど、露天風呂からね、飛行機が離陸していくのが見えるんですよ。昨日の夜も、今日の朝も行って、ずーっと飛行機眺めて喜んでました。温まったね。朝から温まった。ではもうそろそろいいお時間なのでチェックアウトして送迎バスで関空まで連れて行ってもらいます。いよいよ台湾に出発です。イエイ。Please select checkout on the touch panel. ルームカードを挿入してください。ありがとうございました。またお越しをお待ちしております。请在屏幕屏上选择退房。おはようございます。めちゃめちゃいい天気やで。いい天気だ。関空到着しました。送迎バスはね、この団体のバス乗り場のところに来るんですけど、場所がはっきり決まってないらしいんで、その時来た時にあの変なホテルって貼ってあるバスに乗ってください。では、じゃあ関空着きましたので早速チェックインしに行きましょう。じゃあ出発でございますよ。4階のチェックインフロアに行きます。4階です。さてさて、本日はエバー航空でございます。エバー航空はどこかな、チェックイン探しましょう。まあ、ハオシュンケーキと同じエバーやで、 18から20ぐらいかな。 あった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 。じゃあちょっとパスポートとか用意します。朝ごはんのお時間です。毎度恒例のプロントですね。今日はオムレツとサラダとトーストのセットでございます。ではいただきましょう。いただきます。聞くとこ全部ええわ。全部行きたいだな。うん。見て見て、めっちゃ面白くない？白い恋人の自販機と東京バナナの自販機ができてる。アリペイ支払い限定なんかな。中国語しか選べんくなってるね。で面白い。タリーズじゃなくなったからな、ここ。いよいよ出発です。台湾行くよ。さあ今年は何回行くんだろうか。2020年一発目の1本目の海外旅行は台湾です。では行きましょう。初フライトかな今年のね。じゃあ行ってきます。かわいいかわいい、旧正月バージョンのサンリオです。やった、めっちゃかわいい。
太原你好，没错，就是你。これから重要なフライトミッションが始まります。为了安全完成任务，请仔细的观察。では以上となります。お客様の賢明な判断がこのフライトミッションを成功に導きます。快適な空の旅をお楽しみください。おなじみになりました検疫免除カードでございます。こちらがないとチェックをしてもらわないといけなくなるので忘れずに取りましょう。久しぶりの第二ターミナルです。さっきもらったこのカードでここで緑のレーンと赤のレーンに測れるのでこのカード持ってるので緑色のレーンに行きます。カード回収するとこあるのでカードを渡します。母が KKJ さんで Wi-Fi を借りたので取りに来ました。さあということで中華電信の SIM も変えて両替もできたので今日はですね手腕林駅近くのホテルなのでまあバスでピアッと行こうと思います。久しぶりにバス使います。アンバサダーホテルまでのバス停まで行ってそこから歩きます。それが一番多分楽だと思うので MRT ね、何気にね台北駅ねすごい遠いとこに着くからしんどいんでね。よし、じゃあ行きましょう。ちなみにエバー航空だったので今日は第二ターミナルに着いております。バスはこちらバスプーシティって書いてあるのでこちらの方に行きます。もうちょっと狭いかなと思ってた、はい、ではではお部屋紹介です。でこちらベッドルームです。ベッドルーム本日ツインのお部屋です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録グッドボタン、グッドボタンよろしくお願いしますお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ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 、また見てねー。